青木海と佐々木千秋の愛され召し上がれ。皆様こんばんは。婚活料理カウンセラーの青木海です。皆さんこんばんは。女優の佐々木千秋です。さて始まりました愛され召し上がれ。この番組は婚活は料理レシピ作りとカウンセリングからをコンセプトに、婚活料理カウンセラーの青木海さんがラジオをお聞きの皆さんに分かりやすい婚活の方法、お料理のレシピ、最新便利調理器具情報など、料理と婚活などアラサー女子目線のトレンド情報満載な番組です。ではまずは今注目の婚活料理カウンセラー青木海さんの略歴をご紹介させていただきます。青木海さんは千葉県のご出身で、料理はコミュニケーションという考えのもと、料理の作り方だけを教えるのではなく、料理を作る時間管理術、冷蔵庫の中身で料理を作れるようになる調理理論を指導され、全く新しいスタイルの婚活方法を提案する愛され飯を確立。食を通じて女性が心、時間、経済の豊かさを得られ、安心して子育てができる日本の未来のために、この番組はじめ婚活料理教室、各種セミナー、そして取材、執筆など精力的に活動されていらっしゃいます。そして最近ではドラマや映画などでアドバイザー、そしてフードコーディネーターとしてもご活躍中でございますありがとうございます、はい、そして今お話しさせていただいております、私佐々木千秋と申します。最近のトピックスといたしましては、昨年末青木さんにもフードコーディネーターとしてご協力をいただき、私佐々木千秋が主演を務めさせていただきました映画ラストソングはの撮影がようやくクランクアップしまして、あとは完成を待つばかりで楽しみですね、はい、なっております。楽しみにしていてください。また公開などですね、決まりましたらこの番組でもご報告させていただきます。そしてですね、映画やドラマ、CM などにも出演させていただいておりまして、その他にここ市川うらら FM さんで言霊アラカルト、ファントレタイムという番組でもレギュラーパーソナリティを務めさせていただいております。こんな2人で今回も楽しく婚活や料理などについてですね、ためになる情報をお伝えしてまいります。それでは今回最初のコーナーは、今日からあなたも簡単料理人のコーナー。このコーナーは意外と皆さん今更聞けない、でもわからないからなんとなく自己流で済ませている、料理は作ってみたいけどなかなか習いに行く時間がないなどお悩みの方々にですね、青木海さんが料理上達の基本を丁寧に解説していただく、題して今日からあなたも簡単料理人のコーナーです。それでは海さん、早速お願いいたします。さあ、料理上達のステップ、前回のステップは、はい、栄養バランスを考えるでしたね。はい、前回のおさらいですけれども、はい、栄養バランスを整えるためのキーワードがありましたが、はい、覚えていらっしゃいますか？覚えております。孫は優しい。そうです皆様思い出していただけましたか？はい、孫は優しいのキーワードですね。はい、ま、豆、大豆製品、ご、ごまやくるみ、は、わかめやひじき、はい、や、野菜、さ、魚、し、しいたけやきのこ、はい、い、芋や米、はい、というね、食品をすべて少しずつ食べるとバランスが取れるという栄養の合言葉です。はい、こういったね、お話をしてきました。うん、はい、聞きそびれたという方や、内容何だったっけって思った方はですね、 YouTube に再編集映像配信版がありますので、はい、愛され召し上がれで検索してください。よろしくお願いいたします。お願いします。そして今回の料理上達のステップは、はい、調理バランスを考える。調理バランス、はい、これね、栄養の次は調理方法ということで、献立をたあの考える時のポイントになります。調理方法のバランスを考えるということですね。そうですね。これね、はい、あの調理方法、家庭で使う基本的なものっていうのは7種類あるんですね。はい、焼く、煮る、はい、炒める、茹でる、揚げる、和える、蒸すの7つです。はい、料理を作る時にメインが煮物なら副菜は和え物というように、調理方法を変えることを考えていきましょう。あ、なるほど。こう肉じゃがとひじき煮みたいな煮物だけに偏らないようにってことですね。そうですね。なるほどなるほど。調理方法が重なって、はい、メインが煮物で副菜も煮物みたいな組み合わせだと調理時間がかかってしまったり、はい、食感が似ている料理になってしまうので、食べてる途中でね、飽きてしまうんですね。あ、確かにね。でさらにね、色合いも同じになりがちなので、テーブルに料理が並んだ時の感動も減ってしまいます。うーん、
人間が美味しそうって思う要素は、はい、見た目が9割近くを占めると言われてるんですね。そうなんですね。そうなんです。だから7つの調理方法を組み合わせてバランスを取ることで健康的で美味しそうな料理が短時間で作れるようになるんですね。ということで、はい、今回のポイント7つの調理方法、焼く、煮る、炒める、茹でる、揚げる、和える、蒸すの調理方法が重ならないように、はい、調理バランスを整えて作ってみてください。あーすごくね、自分の中でそうだなって思うことがたくさんありましたついつい全部焼き料理とかになっちゃったりするんですけども、このバランス考えるってすごい大事ですよね。そうですね。いやなかなか気づけなかったな。ありがとうございます。ありがとうございます。いかがだったでしょうか。皆さんの簡単料理人への道はまた少し前進できたと思います。そしてこのコーナー含めこの番組の、模様はですね、本日放送終了後約1週間程度で再編集映像配信版として YouTube にもアップいたしますので、しっかり YouTube でチャンネル登録をしていただきまして、何回も再生していただきながらスキルアップしていただきたいと思っております。以上、今日からあなたも簡単料理人のコーナーでした。続いてのコーナーはラジオで婚活のコーナー。このコーナーは料理を通じて婚活カウンセリングを実践されてらっしゃる青木由美さんが、将来そして現在婚活しようと考えている女性およびその親御さんなどに向けて、そのポイントと思わずしてしまう間違いなどについて実際のカウンセリング経験をもとにアドバイスをしていただくコーナーです。それでは由美さん、今回もよろしくお願いいたします。はい、今回ご紹介するのは、はい、自分の彼をかっこよく大変身させた女性のお話です。かっこよく、当時31歳だった女性は、はい、お付き合いしている彼の食生活が外食ばっかりだったことが心配で、私が主催する愛され飯レッスンに参加したんですね。で彼女がねお付き合いしていた彼は、はい、ラーメンとかね味の濃いものが大好きな方 で痩せたいって口では言っているけれども、仕事が忙しいから食事はどうしても適当になってしまったり、まあ、好きなものばかり食べてた方だったそうなんですね。はい、そこで彼女は手料理を食べてもらう時には良かれと思ってダイエット本を見ながら食事を作ってたんです。するとですね、ある日彼氏からいつも味が薄いからもう少しがっつりしたものが食べたいって言われてしまって、どうしたらいいかわからないって悩んでたそうなんですね。まあ、彼はねダイエットしたいんじゃなかったのかっていうのが確かに ね、はい、思いますよね。まあ、それが正論かもしれないんですけれども、いつもね濃いめの味で外食ばっかりしていた方が、急にヘルシーなダイエット料理出されても馴染みがないですし、彼が本気で痩せたいって思ってなければあまり意味がないんですよ。なるほど。で彼女にですね、どんなダイエット料理を作ってたのって話を聞いたんですね。はい、気になる。するとですね、彼女は野菜中心で塩分控えめなお料理を作ってたそうなんですよ。なるほど。どうやら減塩した方が体にいいって思い込んでいてですね、とにかく薄味にしてたそうなんですね。で減塩、確かにね、体にいいと思ってる方一般的にはどうやら多いようなんですけれども、そうですね、でもねこれ制限をされてるわけではないのに必要以上の減塩する必要はないんですね。なるほど、そっか、そうですね、確かに。なのでね彼女にはまず減塩をしないでちゃんと味付けをしてもらうことと、お肉減らしすぎないで栄養バランスが取れた食事に変えてもらいました。で彼女が作る料理が味がしっかりした料理に変わったところ、彼は野菜料理でも美味しいとよく食べてくれるようになってですね、次第に家で手料理を一緒に食べる機会も増えていたそうです。すると、彼もね健康的な食事に対しての意識が芽生えてきたようで、ランチでもね、彼が選ぶメニューがどんどん変わっていって、自然と痩せてかっこよくなったそうなんですね。いいですよね。そうなんですね。さらにね、食事が変わると仕事の効率もやっぱり上がるんですよ。そこまで、そうなので、ちゃんと休みとかも取れるようになって、で生徒さんがですね、最近私デートの回数が増えたんですって喜んでたんですね。そうなんですね。こういった結果にも現れます。食事って大事なんですよね。やっ
ね、彼の健康を考えてね、急に減塩したりするとやっぱり慣れてないし、味が薄いから美味しくないって感じてしまいますので、味はしっかりつけるっていうのはとっても大事です。人から押し付けられて食事の習慣をね変えるっていうものではないので、彼のためにと思ってやってることが、実は自分をいい女に見せる目的にすり替わらないようにするっていうのも大切なんですよね。深い深いですよ、ね、ここ微妙なところですよね。確かにそうですね、まあ、彼のことを考えてやってるのにってなっちゃう、ねパターンですよね。そうなっちゃうと ね、いやね、本当にこうおし料理を通してここまで変わっちゃうっていうのは、ねすごくね素敵なエピソードだなと思いましたよ。そうですね、はい、ありがとうございます。皆さん今回のエピソード参考になりましたでしょうか。もっと詳しく知りたい、青木さんのところで実際に勉強してみたいと考えのお考えの方は、ぜひですね、愛され飯協会で検索をしてみてください。以上、ラジオで婚活のコーナーでした。さて、ここからは2020年新年最初の月の放送ということで、前回に続きスペシャルゲストの方にお入りいただきました。歌舞伎俳優の6代目市川おめぞうさんにスタジオにお入りいただきました。おめぞうさん、今回もどうぞよろしくお願いいたします。新年明けましておめでとうございます。市川おめぞうです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あの前回はあのお仕事編ということで、はい、いろいろねお話をお伺いできたんですが、今回はプライベート編ということでですね、ラジオお聞きの方も含めて、はい、なかなかこう歌舞伎俳優さんのプライベートって聞けないと思いますので、はい、私たちもとても楽しみにしております。とても楽しみにしております。はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。それでは改めまして、新春スペシャルゲスト歌舞伎俳優の6代目市川おめぞうさんの略歴をご紹介させていただきます。6代目市川おめぞうさんは1967年東京都のお生まれで、4代目市川左團次さんのご長男でいらっしゃいます。歌舞伎名跡市川おめぞうの東大、主に立役を演じられ、荒事やどっしりとした悪役から3枚目までこなす演技派でいらっしゃいます。新春浅草歌舞伎で長らく中核を務められるなど、歌舞伎界では若手の兄貴分的存在のお方でいらっしゃいます。近年ではお父様4代目左團次さんのお役を継承される一方、新作歌舞伎スーパー歌舞伎セカンド、ワンピース、オムリ、そして三谷幸喜歌舞伎月明かり目指すふるさと、風雲児たちなどでも存在感を見せ、また NHK 朝の連続テレビ小説だんだん、三谷幸喜監督作品映画記憶にございません、他で存在感のある演技をドラマや映画にもご活躍の幅を広げていらっしゃいます。はい、さあ今回はね、はい、プライベート編ということでですね、はい、どんどん質問させていただきたいと思います。はい、お願いします。歌舞伎俳優さんってなかなかねお休みってないと思うんですけれども、はい、お休みの時って何がされてらっしゃるんでしょうか。お休みの時ですか。ただぼーっと寝てますもん、はいうん、本当にねお休みの時っていうか、はい、あのいろんな用事をあんまり入れたくない人なんですよ。はい、だから休む時には休む、うん、する時には何かする、はい、でも本当にその辺は、うん、はい、じゃあメリハリをつけて、はい、表裏一体ですね。もうメリハリですね、完全な、はい、なるほどですね、はい、ただ気分転換はしないといけないんで、まあ歌舞伎座、演舞場、うん、まあ、東京に劇場ってあるじゃないですか、はい、1ヶ月やってる公演もですよね、はい、国立劇場も含めまして、はい、ですからその東京からエスケープしたくなっちゃうんですよね。あ、はい、ですからエスケープはよくしますね。はい、そうなんですね、はい、されるんですね。じゃあちなみに、ね、こうエスケープしていろんなところにも行ったりされると思うんですけど、うん、はい、食事とかお料理のこだわりって何かありますか。はい、そうですね、そんな偉そうなことはね青木さんの前で言えないんですけれどもまあ自分の中では小さい頃に食べた味、小さい頃の料理っていうのはやっぱりこだわりというか、はい、うん、食べやすいですね一番。あ、はい、ですからいろんなおしゃれな食べ物とかいろんなものあると思うんですけれども、はい、やはり小さい頃によく食べてた食べ物を食べると気分が良くなりますね。なるほど、はい、ちなみに小さい時によく食べてたというのは、僕は卵かけご飯ですね。いいですね、卵かけご飯、あと海苔だんだんお弁当にしてもらってたんで、うん、
はい、海苔だんだんとかそこに鮭をまぶしていただいたりとか、もうそういうののお弁当こう自分で作って中学時代を持ってってたんで、あ、そうなんですね、はい、ですから、はい、そういうものを食べるとなんかほっとしますね。あ、はい、こだわりっていうよりも、はい、ですからそれが一番の自分の中ではごちそうですか。うん、 あ、はい、あとは札幌一番ですね。僕たちの時代もそのインスタントラーメンが出てもう画期的でしたからね。あ、はい、もう札幌一番の味をこう食べたい、こう味わいたいってなりますね、食べてないと、はい、すごい庶民的な。そうですね。なんかちょっと意外な感じがしましたけれども、あのこの番組愛され召し上がれのこのパーソナリティ、はい、青木由美さんが進めてらっしゃいます、はい、料理で彼の心と胃袋をつかむについてどう思われますか、うん、男性目線で ね、男性目線。そうですね、でもやっぱり大事ですよね、食のそのなんていうんですか、まあね、ある科学者っていうんですか、はい、まあ、ある方もね、食欲睡眠性欲ってこの3つが大切だっていう中に食欲字入ってますから、はいはい、ですからこれもちゃんとに、まあ、一緒にですか、うん、はい、生活したり暮らしたりする中では、はい、うん、大切 だとは僕は思いますね、はい、あ、うん、そうですか、まあ、でもねやっぱり男性、はい、まあ、女性男性関係ないと思うんですけれども、うんうん、やっぱりこう女性の作るお料理を、ね、召し上がってホッとするななんて思ったりとかは、うん、多分みんな男性そうなんじゃないですかね。これはちょっとメモしたかなきゃいけない、はい、ありがとうございます、はいはい、あとですね、あの歌舞伎俳優さん以外で、はい、あの一番交流のある俳優さんってどなたでいらっしゃいますか。そうですね、交流というよりも先ほども紹介していただいたんですけれども、はい、あの風雲児たちでご一緒したあの、はい、八嶋さんなんですけれども、あ、はい、まあ僕がその交流というよりも面白いなと思ったエピソードが、その毎日八嶋さんの場合こうテンションが高いんです、歌舞伎座行きまして、はい、そんで今日も歌舞伎座出れる、今日も歌舞伎座で演技ができるんだって、でみんな歌舞伎役者さんってこんなテンションなんですかって八嶋さんが言われたんですよ、で八嶋さん一人ですごい喜んでんですけれども、はい、いつも出てる僕たちの方が普通にシーンとして、はい、もうあの目つぶってもうテンションが低いですねっていうあれで、はい、そんな話をしながら、はい、1ヶ月楽しいお芝居したのを、はい、ちょっと思い出しますね。あ、はい、賑やかだったんですね。そうです、もう八嶋さんテンション高くて、はい、僕好きです、なんか元気を毎日もらって、はい、なんか僕のユンケル剤というんですかね、はい、もう栄養剤的なユンケル的な存在でしたね。あ、はい、なるほど、まあ、その八嶋さんの今お話をねしていただいたんですが、はい、あのおめささんのこう青春時代について少しお伺いしたいななんて思ってまして、うん、ね、うん、もうねずいぶん前ですから忘れちゃってるかもしれないですけどね、はい、あのでもきっと忘れてないと思います、淡い恋愛、淡い恋愛、はい、思い出何かあればお話しください。そうですね、僕青春時代はあの横浜に在住してて、はい、横浜で育って、はい、もう横浜でそのなんていうんですか、まあいろいろな出来事があったんですけれども、はい、うん、淡いかどうかは知らないんですけれども、まあ、自分が一番残ってる恋愛は、まあ、飛行機の機長さん、その娘さんがいらっしゃったんですね。はい、そんですごいやっぱりよくしてくれまして、はい、夜にコンコンってドアノックするんですよ。あら、でこんな時間に誰が来たんだろうって、その頃おじいさんと二人暮らしでしたから、はい、そんで、まあ、母親もお亡くなりになってて、まあ、おばあちゃんも亡くなってて、おじいさんと二人暮らしだったんですけれども、はい、コンコンなんて来て、えって思ったら、はい、カバン一つで、はい、出てきてくれて、まあなんでっつったら、はい、そので親にその恋愛反対されてると、勉強もっとしなさいって、でも私は勉強よりあの、はい、恋愛を選びたいと、はい、なんかズキュンズキュンできましたね、ダパンプさんじゃないですけれども、はい、またねその年にそんだけのことを決められるっていうのはすごい女性だなと思って、そうですね、はい、今でもまあ本当になんていうんですかね、こう目つぶって考えると、まあ、その方のことっていうのは思い出しますね。
ものすごい覚悟を決めて来られたんでしょうね。はい、もうなかなか、はい、男の自分でもねそこまで覚悟を決められないのに、女性の方が強いんですかね、そういう時はね。婚活のそのお料理もね、ご自分でこう習いに行きたいっていう部分もあるんでしょうから、う、覚悟がその瞬間決まったんでしょうね。はい、すごいなと思って、まあそんな、はい、思い出が、恋愛というか思い出というか、はい、ありがとうございます。はい、はい、おめでとうさん。そしてですね、あの2020年始まりましたけれども、はい、何か目標などございましたらお話しいただけますでしょうか。そうですね、はい、毎年自分で思ってるんですけれども、はい、その多くは望まなくて、まあ自分の人生というか人間の人生ってまあ大抵長生きしても100歳じゃないですか。ですから自分の中では、はい、まあ70歳80歳ぐらいのそのなんていうんですかね、尺というんですか、はいはい、うん、そのぐらい生きる中で、やっぱり一歩ずつ一歩ずつ少しでもいいから前進していきたいなと思うんですよね。うん、はい、まあ、せっかくの人生ですから、うん、いろんなことっていうんですか、はい、学んだり楽しんだり悲しんだり、もういろんな出来事があって、やっぱり人生なんだろうなと思うんで、はい、その時間を無駄にしたくないですから、はい、ですからどんな小さい些細なこともやっぱりちゃんとに、まあ、心がけて、はい、そんで自分の人生をかみしめていけたらいいんじゃないかななんて、はい、ちょっと真面目っぽいことを言っちゃいますけどね。いや、はい、でも人生の先輩としてものすごい勉強させて、いやいや、そんなもう大先輩いっぱい世の中いますからね、はい、ですからまだまだですから、あの、はい、まあ、あとはそうなんですよね、皆さんその向上っていうと、うん、なんか新しいことを取り入れたり、それを増やしていって自分のプラスアルファにしようと思うんでしょうけれども、僕はそれは思わないんです。あ、そうなんですね。はい、自分の穴の開いてるところを埋めていかないと、はい、上に積み上げた時に崩れやすくなると思うタイプなんです。うん、ですから向上するには自分の欠点だったり、はい、自分のまあいろいろとこう、うん、苦手っていうんですか、苦手意識があるところを埋めていくことが向上につながると思うんで、そういう部分を一つずつ埋めて、あの、自分の中でも向上していければなと思ってます。いやー、はい、ありがたいお言葉でございま す、ね、私たちの心にズキュンと、はい、響きました。ダバンプさんですね、ズキュン、ズキュンですね、胸キュン、ありがとうございます。はい、それではですね、今後の予定など告知などございましたらお願いいたします。はい、はい、今年のスケジュールとしては1月歌舞伎座に出させていただき、はい、2月小栗で博多座へ行きます。はい、3月南座また小栗でございます、はいはい、そんで4月には仁左衛門のお兄さんの西の公文教の巡業の構成連れてっていただきます。はい、これは毎日違う街をいろいろと回る巡業なんで、もしチラシ、はい、パンフレット案内見ましたら、はい、足を運んでいただければ嬉しいと思います。そんで、はい、ビッグイベントはその小栗の、はい、まあ、メンバーで、する、はい、まあ、789と、はい、豊洲 の、 あの360度劇場ですか、はい、ステージアラウンド東京というです、ね、はい、あそこで大和たける、はい、はい、しますんで、それに出させていただく予定なんで、はい、ぜひこれは本当に面白くなると思います。猿之助さんもいろいろと考えてらっしゃいますでしょうから、皆さん見ないと損でございますから、ぜひぜひ見に来てください。よろしくお願いしますね。はい、いや、楽しみ、すごい、もういろんなお仕事をね、はい、今年も頑張って、うん、とんでもないです、ね、本当に、あの、楽しみに私たちもしたいなと。そうですね、はい、ありがとうございます。それでは最後にですね、この番組をお聞きの皆さんにですね、おめぞうさんからメッセージをお願いいたします。令和になりまして、はい、2年目ですね、はい、まあどういう年になるかわからないですけれども、まあ皆さんの健康、いろいろなこと発展、いい年になればと思います。また、婚活
料理の、はい、青木さん、はい、ね、より良い皆様への教えというんですか、はい、していただければいいと思いますんで、また僕の方も勉強で見学にぜひ行かさせていただきたいと思いますんで、はい、あの、いろいろと学ばしてください。ありがとうございます、はい、とんでもないです。今回は新春スペシャルゲスト後編としま、いたしまして、お忙しいところ歌舞伎俳優の六代目市川おめぞうさんにお越しいただきました。おめぞうさん、本当にどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。皆さん、なんともうエンディングの時間になってまいりました。今回の愛され召し上がれ、いかがだったでしょうか。この番組は毎月第2、第4火曜夕方6時からお送りしておりますので、ぜひ次回放送もよろしくお願いいたします。ゆみさん、今回はいかがでしたか。いや、歌舞伎俳優さんのプライベートっていうのもなかなか聞く機会ないですし、はい、うん、おめぞうさんのね、子供の時の ね、こう卵かけご飯の話とか、うん、ものすごい興味深いお話聞かせていただきました ね、 そうですよね。きっかけになりました。いや、本当にね、いろんなお話をしていただきまして、でさらにこうね、あの芯の強さというところを、私は勝手にながらなんですけれども、隣で感じさせていただきまして、そうですね、いや、もう貴重な機会をね、いただきました。ありがとうございます。そして、お聞きの皆様、私青木由美の SNS、インスタ、Facebook などでもですね、料理の写真、そして様々な情報をですね、アップしておりますので、ぜひチェックいただければと思います。そしてこの番組では、お聞きの皆様のご感想、ご意見お待ちいたしておりますので、どうかこちらまでお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com、info@plus-vox.com、 愛され召し上がれまでお待ちしております。お願いいたします。それではまた来年もこの番組をよろしくお願いいたします。では今回、今回はこのあたりで、皆様のお相手は青木由美と佐々木千秋でした。それでは皆様、愛され召し上がれ。